こんにちは、やる気先生です。いつも励みになるコメントほんまにありがとうございます。今日の授業動画、この範囲の総まとめです。動画説明欄にね、目次もあります。気になるとこだけでもぜひ見てみてください。ではここから授業始めます。ここでは正の符号プラス負の符号マイナスとはについて勉強していきます。中学数学の一発目のところです。小学校の算数とね、中学校の数学はいろいろ違う点があるんですが、まず一つ目、大事な違いがあります。それは何やというとね、中学数学では0より小さい数についても勉強していきます。でね、0より小さい数って何やねんって思うかもしれないですけれども、結構身近なところにあります。例えば気温っていうのはね、寒い日とかマイナス温度で示されてますよね。こんな感じでね、最低気温マイナス3度みたいに、これが0よりも小さい数です。このように中学数学ではね、0より小さい数についても考えます。だからこの数は0よりも大きいよとか、この数はね、0よりもちっちゃいよとか、それがはっきりわかるように表現する必要ありますよね。そこでね、表し方のルールがあります。0より大きい数は正の符号プラスを使って表します。そして0よりも小さい数は負の符号マイナスを使って表すというルールがあります。これでね、さっき出てきたこのマイナス3度みたいな意味がね、よりはっきりしますよね。これね、下手やけど温度計やと思ってください。普通僕らが知ってるようなね、プラス3度っていうのは0度よりも1、2、3、3度高いところにあるよ。それがプラス3度です。じゃあね、マイナス3度っていうのはどういう意味かっていうと、0度よりも1、2、3、低いところにあるよ。0よりも3ちっちゃいところにあるよ。それがマイナス3度です。だからね、マイナス3みたいな数字を見たら、これからはね、あ、0よりも3低い、0よりも3ちっちゃいんだなと、そのように思ってください。以上を踏まえて今回の例題見ていきましょう。次の温度をプラスマイナスを使って表そう。正の符号プラス負の符号マイナスですね。まず括弧1は0度よりも5度高い温度です。というと、0よりも大きい数は正の符号プラスを使って表すんでしたね。ですからプラス5度のように表します。じゃあ次、括弧2。括弧2は0度よりも7度低い温度です。0よりも小さい数は負の符号マイナスを使って表すんでしたね。ですからマイナス7度のように表します。ということで、ここでは中学数学の一発目、正の符号プラス負の符号マイナスとはについて勉強しました。中学数学ではね、0よりもちっちゃい数が登場してくるんですね。やからこそ、0よりも大きい数は正の符号プラスを使って表すということ、そして0よりもちっちゃい数は負の符号マイナスを使って表すということ、それに慣れていきましょう。あとは自分でもノーヒントで解けるように、学校の問題集などを使ってしっかり練習しておきましょう。ここでは負の符号マイナスを使わずに表す方法について勉強していきます。僕たちはね、中学数学を勉強し始めて、0より小さい数があるというのを知りました。そしてそんな0より小さい数は負の符号マイナスを使って表すんでしたね。ただやっぱりね、僕らにとってはマイナスの数よりもプラスの数、0より大きい数の方がね、使い慣れてて考えやすいですよね。ということで、ここではこのマイナスのある数をね、マイナスを使わずにどうやって表現するかについて勉強していきます。で、もう結論から言うと、マイナスの数っていうのは反対の言葉を使うことでマイナスを使わずに表すことができます。例えばね、マイナス100円増えると同じ意味、マイナスを使わずに表すにはどうすればいいでしょうか。このね、マイナス100円増えるという表現を噛み締めてみましょう。これ一体どういう意味なんやろと。これは100円増えるにマイナスがついてますね。100円増えることの反対です。ほなら100円増えるの反対って一体何でしょうか。というと、100円減るということですよね。このマイナス100円増えると100円減るっていうのは同じ意味です。マイナスがなくなったら、この増えるの部分の言葉が反対の言葉の減るになるんですね。このようにマイナスの数っていうのは反対の言葉を使うことでマイナスを使わずに表すことができます。じゃあそれを踏まえて今回の例題見ていきましょう。次の数量をマイナスを使わずに表そうということでね、括弧1はマイナス 6kg の減少です。減少っていうのは減るっていうことですよね。減るを括弧用言ったら減少です。じゃあこれの反対の言葉って何でしょうか。というと、増える、括弧よく言えば増加です。減少の反対の言葉は増加です。これにて括弧1の答えわかりますね。マイナス 6kg の減少、マイナスを使わずに表すには 6kg の増加、減少の反対の増加という言葉を使えばいいです。じゃあ次、括弧にも行きましょう。括弧にはマイナス3時間前ですね。これもマイナスを使わずに表すには、この3時間前、
前の反対を使ったらいいですね。ということは前の反対は後ろ、3時間後が答えとわかるという流れです。じゃあ次カッコさん行きましょう。マイナス500円の支出、もう考え方は一緒ですね。支出の反対語って何やろうと。この支出っていうのはお金を支払うという意味です。じゃあそれの反対語やからお金をもらうということですね。これカッコよく言ったら収入となります。だからカッコさんの答えは500円の収入となります。じゃあラストカッコに行きましょう。カッコはマイナス8000円の利益です。この利益っていうのは儲かるっていう意味です。じゃあその反対語は一体何でしょうかっていうと、損するですよね。損するをかっこよく言えば損失です。だからかっこよの答えは8000円の損失とわかるという流れです。ということでここでは負の符号をマイナスを使わずに表すにはどうすればいいかについて勉強しました。マイナスの数っていうのはね、反対の言葉を使うことでマイナスを使わずに表せるんでしたね。そのためにもね、減少の反対は増加とか、支出の反対は収入、利益の反対は損失とか、これをしっかり押さえておく必要があります。あとは自分でもノーヒントで解けるように学校の問題集などを使ってしっかり練習しておきましょう。ここでは正の数、負の数とはについて勉強していきます。僕たちはね、中学数学を勉強し始めて、そして0より小さい数があるっていうのを知りました。そのね、0より小さい数についてもっともっと理解を深めていこうというところです。じゃあ早速いきましょう。まず一つ目に大切なことは、0より大きい数のことを正の数、0より小さい数のことを負の数と言います。今後ね、この2つの言葉はもう当たり前のように出てきます。だからね、正の数って言われたら、ああ0より大きい数のことやなとか、負の数って言われたら、ああ0より小さい数のことやなと、すぐ分かるようにしておきましょう。じゃあ次大切なこと2つ目です。そんな負の数をですね、数直線上に表すには正の数と反対向きに数を取っていきます。早速ね、この例題を使ってそれがどういうことか確認していきましょう。次の数を表す手をね、下の数直線上に示そうということで、まずカッコ1はプラス2があります。このプラスっていうのは0より大きい数を表す符号でした。そしてこの数直線を見たら、ここが0でここにプラス4がありますということは、プラス1、プラス2、プラス3、プラス4ということですよね。じゃあもうカッコ1の答え、プラス2がどこにあるか分かりますよね。ここです。じゃあ次カッコに行きましょう。カッコにはマイナス3ですね。マイナスが出てきました。このマイナスは0より小さい数を表します。でここに0があるんです。でここにマイナス4があるんですね。ということはマイナス1、マイナス2、マイナス3、マイナス4ということです。このね、負の数を数直線上に表すには正の数と反対向きに数を取るっていうのはこのようなことなんですね。0から右に向かっていけば正の数、左に向かっていけば負の数です。そしてもうカッコ2の答えわかりますね。マイナス3はどこにあるでしょうかというと、ここです。じゃあ次カッコ3行きましょう。カッコ3はプラスの 0.6 です。 0.6、 小数ですね。1より小さい数を表現するときに使われるやつです。でここが0で、ここがプラス1っていうことは、その半分のね、ど真ん中のここがプラスの 0.5 ぐらいですよね。だからカッコ3の答えプラス 0.5 か、これよりももうちょっとだけ右にある、この辺が答えとわかります。では最後カッコに行きましょう。カッコ4はマイナス2分の3ということで、分数ですね。分数やし、負の数、マイナスです。どう考えようかというところですが、マイナス方向に2分の3進めばいいということですよね。で、このね、2分の3っていうのは一体どういうことかっていうと、2分の1が3つ分です。そして2分の1っていうのは、1を2つに分けた数、1の半分の数、つまり 0.5、0と1の間ですよね。だから、マイナス2分の1っていうのは、0とマイナス1のど真ん中、このあたりがマイナス2分の1です。でね、それが3つ分ということは、マイナス2分の1、マイナス2分の2、マイナス2分の3、このあたりがマイナス2分の3、答えのカッコ4の場所やとわかるという流れです。で、もちろんですね、最初からね、この2分の3をね、小数で表して、1.5 やから、マイナス 1.5 の場所ということで、ここを答えとする。でももちろん OK です。で、これにてね、例題は完了なんですが、最後に一つだけ超重要なことを紹介させてください。それは何やっていうと、0っていうのは、正の数でも負の数でもどちらでもないです。0は正でも負でもどちらでもない。これめちゃくちゃ大切な知識です。よくね、0は正の数だよみたいなこと言って、罰される人がいるんでね、気をつけてください。ということで、ここでは正の数、負の数とはについて勉強していきました。大切なことは3つあったんですね。0より大きい数を正の数、0より小さい数を負の数というよということ。そして、負の数をね、数直線上に表すには、正の数と反対向きに数を取っていくんだよということ。
そして最後に言った0は正の数でも負の数でもどちらでもないよということ。この3つをしっかり押さえて、あとは自分でもノーヒントで解けるように学校の問題集などを使ってしっかり練習しておきましょう。ここでは自然数とは一体何なんだということについて勉強します。中学数学を勉強しているとね、自然数っていう言葉が当たり前のように何度も出てきます。だからこそね、ここで自然数の意味をはっきりと理解しておきましょう。で、自然数って何なんだというとね、もう一言で言うと、正の整数のことです。正の整数のことを自然数とも言います。整数は OK ですよね。小数とか分数じゃないね、きちっとした数のことです。だからね、プラス6とか15とか、これらは自然数です。でね、おいおいちょっと待てよと、この15の前プラスないやないかと、正じゃないんちゃうかと一生思うかもしれないですが、正の符号プラスって省略されることがすごい多いんですね。だからね、何もないっていうことはもはやこれプラスがある、プラスが隠れてると思ってください。自然数を見抜くときね、ここ気をつけましょう。でね、もっともっと間違いやすいことがあります。それは何やというと、0は自然数じゃないよということです。もしね、自然数を選べって言われてね、0を選んでしまうと罰されちゃいます。で、これなんでやっていうとね、0は確かに整数であるんやけれども、正でも負でもない数、それが0でしたよね。自然数っていうのは正の整数のことです。でも0は正じゃないんですね。だから0は自然数じゃないです。以上を踏まえれば今回の例題攻略できますね。次の数から当てはまる数をすべて選ぼうということでね、この通りいろんな数があるんですが、この中からカッコ1は負の整数を選んでくださいという問題です。じゃあまずは負やっていうことなんでね、マイナスがあるものを選んでいきます。で、この中からね、整数ということは小数でも分数でもないものを選ぶんですね。やから答えはマイナス2とマイナス11とわかるという流れです。じゃあ次、カッコに行きましょう。カッコには自然数を選ぼうという問題です。じゃあ自然数って何やったっけなーっていうと、正の整数のことでしたよね。正ということでね、プラスがあるのを選んでいくんですが、注意せなあかんのがここですね。0は正の数でも負の数でもないんで選んじゃダメですが、この7の方は選ばないとダメです。だって7、これはね、プラス7、プラスが隠れてるだけですもんね。あとはこの10分の1、これもプラスが隠れてます。正の数です。で、プラス順にはね、プラスがついてるかは分かりやすいですね。ということで、この中から整数であるものを選んで、7とプラス12が答えと分かるという流れです。この通りですね、自然数って言われたらもうね、正の整数っていうことを覚えておけばいいんですが、ちょっとでもね、思い出しやすくするために次のことも知っておくと便利です。それは何やっていうとね、リンゴとかを数えるときに自然に使う言葉、それが自然数です。どういうことかっていうとね、リンゴ2個ちょうだいとかね、リンゴ10個あげるわとか、そういう2個とか10個っていうのは言いますけれども、リンゴマイナス3個とかね、リンゴ0個とかあまり言わないですよね。リンゴがないときは0個とは言わずにね、ないってはっきり言いますもんね。このように考えれば自然数のことを覚えやすいと思います。ということで、自然数についてここでは勉強しました。自然数って正の整数のことでしたよね。でね、正の符号プラスが省略されることはかなり多いんでね、そこには気をつけましょう。あとね、0は自然数でないということも大切でした。あとは自分でもノーヒントでできるように学校の問題集などを使ってしっかり練習しておきましょう。ここでは絶対値って一体何なんだということについて勉強します。数学ではね、この絶対値という言葉もほんとたびたび出てきます。で、これは解き方だけじゃなくてね、意味もしっかり押さえておく必要があります。じゃあ早速、絶対値って一体何なんだっていうと、絶対値っていうのは数直線上での原点0からの距離のことです。何のこっちゃっていうとね、例を見てみましょう。例えば2の絶対値を考えます。この2の絶対値っていうのは数直線上での0がここにあるときにね、1、2、3、4とこの辺が2ですね。この0と2の間のここの距離のこと、これが2の絶対値です。じゃあね、1メモリ2メモリということで、この間の距離は2ですよね。だから2の絶対値は何ぼですかって言われたら2ということになります。じゃあ次、マイナス2の絶対値についても考えてみましょう。マイナスがついてね、一見ややこしいですが、考え方は一緒です。数直線があって、0とマイナス2との間の距離なんですね。こっちがプラス1、プラス2、プラス3ということは、こっちがマイナス1、マイナス2、マイナス3です。で、この間の距離、マイナス2と0の間の距離、これがマイナス2の絶対値です。じゃあその距離はどうなっているかというと、やっぱり1メモリ、2メモリでね、2メモリです。つまり、マイナス2の絶対値は何ぼですかって言われたら、2が答えです。絶対値っていうのは、原点との距離です。だから必ず正の数で表されます。距離がマイナス2とかあんま言わないですもんね。そしてだからこそね、この2つの例を見てもわかる通り、
もうとりあえず絶対値って言われたら、マイナス取ったらいいんちゃうんと。で、それは正しいです。2の絶対値は2やし、マイナス2の絶対値もね、2ですね。マイナスが取れてます。ただやっぱりね、その根っこにある意味を押さえておきましょう。後々大事になるからです。絶対値っていうのは、数直線上での原点0からの距離なんですね。じゃあ以上を踏まえて今回の例題を見ていきましょう。カッコ1は、マイナス4の絶対値を答えようです。絶対値って何でしたっけ？というと、数直線上でのマイナス4と原点との距離のことでしたね。だから、数直線を思い浮かべればわかります。ここの距離がマイナス4の絶対値です。だから、1メモリ、2メモリ、3メモリ、4メモリ。答えは4とわかるという流れです。ポイントはね、距離なので、正の数で表されるよということ。マイナスが取れるんですね。じゃあ次、カッコに行きましょう。カッコには、絶対値が3になる数を答えようという問題です。この問題、注意せなあかんのは、3の絶対値を聞かれてるんじゃなくて、絶対値が3になる数を聞かれてます。つまり、原点との距離が3になる数を考えるんですね。だからね、数直線を考えれば答えが2つあることがわかります。だって、こっち側に1、2、3行くときと、こっち側に1、2、3行くときの2つがありますもんね。じゃあね、こっち側に1、2、3行ったときの数は何かというと、プラス3、3のことですね。反対側に1、2、3行ったときの数は、これ、マイナス3です。よって答えはね、プラス3とマイナス3の2つがあるとわかるという流れです。こんなね、カッコ2みたいな問題があるから、絶対値でとりあえずマイナス取りゃいいんちゃうみたいに考えるよりも、絶対値の意味ですね。数直線上での原点0からの距離ということを分かっておく必要があるんです。ということで今回、絶対値とはについて勉強しました。理解できましたでしょうかね。あとは自分でもノーヒントでできるように、学校の問題集などでしっかり練習しておきましょう。ここでは、不等号って一体何なんだということについて勉強していきます。例えばね、2って3より小さいですよね。2は3より小さい。これを表現するためにね、今みたいに日本語で2は3より小さいとか言ってると長ったらしくなりますよね。そこで数学ではね、このような代償関係を表す記号があります。それが不等号です。早速見ていきましょう。どっちが大きいかもしくは小さいかをね、表す記号。それが今言った通り不等号です。で、不等号には困難とか困難があります。こっちは小なり。こっちは大なりと呼びます。じゃあね、この不等号を使ってさっき言ってたこの2は3より小さいというのを表現してみましょう。2は3より小さいはこの通り表現されます。2、小なり3と読みます。もしくはこう表現してもいいですよね。3、大なり2。これは3は2より大きいよという意味です。向きは逆ですが、どちらも同じ意味を表しています。そしてこの2つに共通していることがあります。それは、小なりであろうが、大なりであろうが、閉じている方が小さくて、開いている方が大きいよということです。例えばこの2小なり3見てください。2と3やったら、2の方がちっちゃいんですね。だからこっち側が閉じてて、こっち側が開いてます。反対に3大なり2やと、3の方が大きくて2がちっちゃいですね。だからこっちが閉じてて、こっちが開いてます。このように閉じている方がちっちゃいということを覚えておくとね、読み方も迷わないですよね。この閉じている方が左になるときは小なりです。このね、開いている方が左になるときは大なりです。じゃあ以上を踏まえて今回の問題解いていきましょう。次の数の代償を不等号で表そうと。カッコ1は6と7。これの代償を不等号で表します。意味さえ分かってたら楽勝ですね。6は当然7よりちっちゃいので、このように6小なり7と表します。じゃあ次カッコに行きましょう。カッコにはね、分数なんでパトミちょっとややこしいですね。じゃあ分数の代償ってどうやって比べられましたっけ？一つの方法は、どんな時でも使える通分です。分母を揃えるんですね。今回、分母が4と5ということでね、分母は何で揃えられるでしょうか？というと、20ですよね。じゃあこの4分の3の方は、分母を20にするために分母を5倍してます。だから分子も5倍して15となります。同様に、5分の3の方は、分母を20にするために4倍してます。だから分子も4倍して12となります。じゃあこれ見比べるとね、20分の15の方が20分の12より大きいんで、こっちが大きい。つまり4分の3の方が大きいことがわかります。もしくはね、今回のように分子が同じ時は、分母を見て見比べることもできます。というのも、2分の1と3分の1ってどっちの方が大きかったでしたっけ？っていうと、2分の1ですよね。だって2分の1っていうのは、1枚のピザを2人で分けた時の1枚の大きさ。3分の1は1枚のピザを3人で分けた時の1枚の大きさを表すからです。だから、2分の1の方が3分の1より大きいと。分子が揃っているときは、分母がちっちゃいほど大きくなるんですね。
そう考えると今回のこの4分の3と5分の3、どっちが大きいでしょうか？っていうと、分母がちっちゃい方のこの4分の3が大きいんですね。だからどちらで考えても4分の3が5分の3より大きいことがわかります。よってね、不等号を使えば4分の3、大なり5分の3とこのように表現できます。ということで、ここでは不等号について勉強しました。どっちが大きいとかどっちがちっちゃいを表すのが不等号でしたね。小なりや大なりというのがありました。どちらにしても閉じてる方がちっちゃくなって開いてる方が大きいんでしたね。あとは自分でもノーヒントで解けるように学校の問題集などを使ってしっかり練習しておきましょう。ここでは負の数の大小について勉強していきます。僕たちはね、マイナスの数、0より小さい数について勉強してきています。じゃあね、一体マイナス1とマイナス2ってどっちが大きくてどっちが小さいんでしょうか？でも最初に結論見ておきます。負の数では絶対値が大きいほどその数自体は小さくて、絶対値が小さいほどその数自体は大きくなります。これ何言ってるかっていうとね、マイナス1とマイナス2やったらマイナス1の方が大きいよという意味です。マイナス2の方が小さいんですね。もちろん、マイナス2、小なり、マイナス1のように表しても構わないです。不等号のところで勉強しましたよね。閉じてる方が小さいんやと。マイナス1とマイナス2やったら、マイナス2の方が小さくなるんです。で、それはなんでやっていうと、数直線を考えればすぐわかります。このように数直線があって、ここが0で、プラス1、プラス2、プラス3、プラス4ですよね。数直線上を右に行けば行くほど数は大きくなります。ところでこの数直線上で負の数も取っていきましょう。そうするとマイナス1、マイナス2、マイナス3、マイナス4ですね。じゃあね、マイナス1とマイナス2ってどっちが大きいでしょうか？というとマイナス1ですよね。数直線上でより右にあるからです。以上のことを日本語で表現すれば、絶対値が大きいほどその数自体は小さくて、絶対値が小さいほどその数自体は大きくなるとなります。絶対値っていうのはマイナスを無視したこのね、1とか2だけの部分のことです。この絶対値が大きければ大きいほどマイナスがついたらその数自体は小さくなるんですね。まあでもそれをね、丸暗記するんじゃなくて、このように数直線で考えればわかりますよね。現実的な方法としてはね、まずマイナスを無視して1と2どっちが大きいかなって考えます。で、マイナスをつけて不等号をひっくり返すと、このようにやることが多いです。以上を踏まえて今回の例題を見ていきましょう。次の数の大小を不等号で表そうと。括弧1はマイナス3とマイナス4の大小です。今の感じで考えてみましょう。まずはマイナス無視して考えます。すると3と4やったら3の方がちっちゃくて4の方が大きい。3小なり4ですね。だからマイナスをつけると不等号がひっくり返ってマイナス3大なりマイナス4とわかるという流れです。じゃあ次括弧2。括弧2はこの3つの数の大小を不等号を使って表します。で、この3つの数の大小を不等号で表すときに一つ決まりがあります。それは、小、中、大って表すか、もしくは、大、中、小のように表すことです。これ何言ってるかっていうと、こんな感じで表すのはダメだよということです。なんでかっていうとね、確かにマイナス5分の1はプラス6分の1よりちっちゃいし、で、プラス6分の1はマイナス7分の1より大きいんやから、一見これで良さそうなんですが、この書き方やとね、じゃあどれが一番ちっちゃいねんっていうのが全然わからないですよね。だから3つの数の大小を不等号で表すときは、小、中、大のように表すか、大、中、小のように表してね、どれが一番ちっちゃくて、どれが一番大きいんだよっていうのをはっきりわかるように示します。じゃあ今回の3つではね、まずプラス6分の1、これが一番大きいことがわかりますよね。だって1つだけ正の数やからです。だからね、あとはマイナス5分の1とマイナス7分の1、これがね、どっちが大きくてどっちがちっちゃいんやっていうのを考えます。じゃあ負の数の大小なんでね、まずはマイナスを取って考えます。後からマイナスつけて不等号をひっくり返せばいいですもんね。じゃあ分子が同じ時はね、分母が小さいほど数が大きくなるんで、今回は5分の1の方が大きくて7分の1の方が小さいことがわかります。じゃあね、マイナスつければ向きがひっくり返るんで、マイナス5分の1小なりマイナス7分の1、マイナス5分の1の方が小さいことがわかります。これにて順位がはっきりしましたね。マイナス5分の1が一番ちっちゃいです。プラス6分の1が一番大きいです。以上より、マイナス5分の1小なり、マイナス7分の1小なり、プラス6分の1とわかるという流れです。ということで、ここでは負の数の大小について勉強しました。負の数ではね、絶対値が大きいほどその数がちっちゃくなって、絶対値が小さいほどその数は大きくなるんでね、まずはマイナスを取って考えようよと。で、それからマイナスつけて不等号をひっくり返せばよかったんですね。あとは自分でもノーヒントでできるように学校の問題集などを使ってしっかり練習しておきましょう。